パネルの形はね、僕はその最初は丸い形として捉えたんですけど、まあ、キャンバスに描くと割と四角ですから、ね、でも自分の視点で見る四角っていうのはそれはぼんやりした丸い形っていう、むしろ僕はその場で見た世界を捉えたいということで、こういうまあ円形というか丸い形を描くことが始まりだったんですね。ね、手前にこうせり出してきて、その膨らみ自体がやっぱりこう空間の膨らみというか、それをこう表現したいなと思ってて、むしろ自分の見てる空間のリアリティまでも捉えたいと思って、その形状に至ってきたっていうことですよね。うん、これは木とかその木の間に流れる大気みたいなものを描こうとしてた。よくまあ山形まで新幹線でかなりスピードで通るときに、こうヒュッと、風景が流れるという、まあ、そういう状況をとどめたいというか、捉えたいということで、これよく書いてますね。最近は木に流れる、まあ、空気とか、それからもやというか、まあ、そういうものに非常にこう興味があるので、視覚化するような、まあ、そういったところもありますね。僕は小さい頃から山によく連れて行かれたので、そこでこう見る景色とか、あと木の匂いみたいな、ね、板をされたり匂いっていうものもすごく記憶に残ってて、それをこう全部運び出すために、いろんな木の種類も運び出す、表面がこうイゴイゴボがあったり、それからすごいつるっとした木もあれば、ザラザラとして手の感覚として残ってるっていうのも、それで休んでる時にふーっとこう風が流れ出て見える景色っていうのもあったり、だからその辺の仕事としてやってる時と、なんかふっと休んで休憩してる時に見える景色っていうものが、非常にこう小さい頃にそういう手伝いの中で、まあ、記憶づけられたというか、意識として非常にこう強く残ってるので、意識しないまでもその木に触れてることが残ってる、それが自然に表現として現れてきたのかなっていう。バラはね、最初は描こうと思ってなくてバラの絵なんてみたいな感じで思ってたんだけど、家内がバラの花もね、生きてくれてて、仕事から帰ってきた時にふっと、まあ、目の前にそのバラがあって、やっぱり疲れてて帰ってきたから、まあ、頭がこうスーッと、なんだろう、何も考えない、こうぼーっとしてた時だろうね。その時に、こうスーッと美しい形っていう風に見えてきて、神秘的というか、非常にリアルなものとして映ってきたので、でそれをなんとかやっぱり作品に生かしたいっていう風に